1942年、レールサーとゲーリングブルーのレールサーは、ドイツ空軍の軍人。最終階級は、上級大将。1891年1月22日、ドイツ帝国、プロイセン王国の首都ベルリンに生まれる。1911年9月13日に、バーデン陸軍第112不評連隊に入園した。ポツダムの士官学校に入学し、 1912年3月9日に、軍曹級士官候補生の階級を与えられた。1912年5月22日には、下級総長級士官候補生に昇進。1913年1月27日に、士官学校を卒業して少位に任官した。第112不評連隊には後に、ドイツ空軍総司令官となるヘルマンゲーリングがおり、二人は、 深い信仰を結んだ。またレールツアーは、ハプスハイムやフライブルクの航空学校へ通うようになった。1918年5月、レールツアーが指揮する第26飛行中隊の隊員の記念写真。中央が、レールツアー。第1次世界大戦が開戦すると、ダルムシュタットに駐留する航空隊部隊に配属された。ゲーリングも航空隊へ移籍し、 レールサーの操縦する航空機の観測員となった。二人は偵察活動に優秀な成果を残し、1915年3月には二級鉄十字章を授与された。1915年6月から戦闘機パイロットとしての訓練を受け、8月に第25野戦飛行大隊に配属される。ゲーリングも戦闘機パイロットとしての訓練を受けた後の9月に、 ここに配属されており、二人は共に戦闘機パイロットとして出撃した。1916年3月21日に初めて敵機を撃墜して急鉄十字章を授与された。4月18日には注意に昇進した。1917年2月に第26飛行中隊の指揮官に任じられた。ゲーリングが指揮する。 第27飛行中隊とは作戦を共にすることが多く、フランダース上空での格闘戦では、フランス軍機に狙われたゲーリングの危機をレールツアーが救い、その後、逆にイギリス軍機に狙われたレールツアーの危機をゲーリングが救うといった場面が見られた。1917年末までにレールツアーの撃墜スコアは20機に達し、第3航空戦闘団の指揮官に認じられた。 1918年2月12日には26機撃墜のコーデ・プールルメリット勲章を授与された。その数日後には参謀総長パウルフォン・ヒンデンブルク元帥から祝福の伝報を個人的に送られた。レールツアーはその後も対戦が終わるまで出撃し続けた。終戦の時の撃墜スコアは44機だった。階級は第2まで昇進していた。 戦後、バルト義勇軍に所属する飛行士になったが、1920年3月には退役した。その後、ドイツ航空機民間パイロット帝国連盟の会長を務めた。1933年に国家社会主義ドイツ労働者党が政権を掌握すると、航空国家弁務官に就任したヘルマン・ゲーリングより、ドイツ航空スポーツ連盟の会長に任命された。 この期間は、ベルサイユ条約により、航空戦力の保有を禁止されていたドイツが将来、ドイツ空軍を再建させた時に備えて飛行士を育成しておく地下訓練グループだった。1935年3月に、ゲーリングを総司令官とするドイツ空軍が公式に発足。レールツアーは4月1日付で大佐階級で入隊した。 1938年4月1日には少々に昇進するとともに空軍の戦闘機総監に就任した。1940年9月、レールツアー、ゲーリング、ガーランド。1939年2月1日に第二航空士団長に任命され、9月1日から始まったポーランド進行戦に同士団の指揮官として参加した。 師団は1939年10月に第2航空軍団に昇格し、レールツアーが引き続き軍団長を務めた。1940年1月1日に中将に昇進。フランス新行戦では、レールツアーの航空軍団は、アルベルト・ケッセル・リンク上級大将指揮下の第2航空艦隊に属し、スダン空爆を行って、ドイツ陸軍英軍集団の進撃路を開いている。 フランス戦における功績で1940年5月29日に騎士鉄十字章を受章。1940年7月19日には航空大将に昇進した。続くイギリス本土航空戦でレールサーの航空軍団はフランスの華麗に基地を置きイギリス本土への空爆に参加したがイギリス戦闘機軍団の迎撃を受けて大損害を出してしまった。 1941年6月に始まった独ソ戦では、レールツアーの航空軍団は、ケッセルリンクの第二航空艦隊に属して参加し、ハインツグレーリアン上級大将率いる第二装甲集団の進撃を助けた。1941年10月にケッセルリンクと共に、イタリアシチリア島のメッシーナへ移された。1942年10月に北アフリカ戦線で、 アメリカ軍とイギリス軍がアルジェリア・モロッコに上陸。これを迎え撃つドイツ陸軍の援護に当たった。しかし戦況は思わしくなく、1943年2月には第二航空軍団長を解任された。一方でゲーリングは給油を気遣い、1943年2月16日付でレールザーを上級大将に昇進させるとともに、 空軍人事局長に任じた。東プロイセンラステンブルクの総統大本営、ボルフスシャンツェでゲーリングやヒトラーとしばしば面会した人物である。1944年4月20日には国家社会主義航空軍団の上級集団指導者に就任した。1944年12月20日に空軍人事局長を退任して予備役となった。 1945年初頭にベルヒテスガーデンへ移動。1945年4月29日に退役した。しかし間もなくアメリカ軍に捕らえられ、捕虜収容所へ送られた。ニュルンベルク裁判においてヘルマンゲーリングのための性格承認になることを要請されたが、レールザーは拒否している。1947年に身柄をダッハウに移されたが、 1948年には釈放された。その後はハンブルクで暮らした。1960年8月22日に同地で死去。ありがとうございます。